しょうがない。ごめんちゃ、ごめんちゃ。そうです。さあ、これまた本格的な、ね、そうです、こちらの試合も楽しみでございます。ミドル級 81.9kg の契約の試合ですね。さあ、さあ始まりました。こちらこれですね、赤と黒のパンツが山下選手ですね。山下選手ね。赤色のパンツが田浜選手、はい、ただね、両方赤と黒のパンツで、そうだからどっちか分かんなかった。お互いに、あ、そうなんです。今上になってるのがこちら山下選手。山下選手ね。山下選手。同じパンツなんですね、お互い。下の方が、下の方が田浜選手。田浜、はい、田浜選手。そうです、はい、今後頭部にね、ちょっとパンチが当たってしまったので、はい、後頭部はダメなんですね。ダメです、はい。この体型だと、体勢だと山下選手が今有利ですね。あ、今有利ですね、はい、それはね、素人も僕に分かります。分かりますか、はい、ただこのね、あの左をね、左の腕を持ってる田浜選手いいですよ。あ、いいんですね。ああ、しっかりガードもできてる、うん、持ってることの意味があるんですね。そうです、そう、はい、すいません。いいですよ。お、来た、来てますね。ただこれ山下選手の右のパンチがちょっとね、嫌がってますよ。嫌がってる、はい。まあ、パンチを嫌がらない男っていないですよね。そう、はい、おい、金鉄、野球ちゃうねんぞ。野球してないわ今格闘技。なんで金鉄の帽子。これトレードマークなんでね、すいません。いきなり本格的です。すごいね、これ嫌がってますよ。ブレイク、ブレイク、膠着が続いたので、これでスタンドからです。膠着続いたらブレイクなんですね。そうですね。で、あまりにも続きすぎるとお互いにイエローカードが出たり、ね、あ、なるほどね。はいはいはい、中西も偉そうにコメントを言うな。うるせえな。皆さんのね、おー、今入ったんですか。今入りましたか。これは多分滑ったんじゃないですか。滑った。あ、でもこれは、え、ちょっと効いてますね。ちょっとフラフラになってますね。効いてますよ、これは。効いてますよ、さあ、こちら山下選手の圧力がすごいですね。今左も入りましたね。そうなんです、これ左構えになってるのが山下選手で、はい、そうです。あ、今崩れたのが田浜選手。コーナーを、山下選手のこのアッパーがいい。あ、もう本当嫌だ。あ、もうガードに徹してますね。ガードに徹してる。さあ、田浜選手嫌がったです。レフェリーしっかり見た方がいいですよ、はい、これ入ってます。勝者山下剛史、勝者山下剛史でございます。今の試合は1ラウンド2分17秒レフェリーストップによる TKO によりまして、勝者赤コーナー山下剛史。いや、終始これで、ね、山下選手が、はい、あのリードしていましたね。はい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 、ボブチャンチに勝ちました。山下剛史勝者賞の盾が守られます。これが格闘技、ありがとうございます。トップ展開もありがとうございます。リアルにね、人が倒れるの見るの初めてですね、はい、いや、すごいですよ。ただね、格闘技のいいところで、これ倒した後もちゃんと礼儀をね、あ、礼儀をね、はい、ナスカワイカ選手、ナスカワ選手とまた階級違いますか。あのね、ヒドンナ細くなったんじゃなくて、ヒドンナは今出てますね。あ、出てない。誰か分かるね。まず倒れてる、これ今すごかったですね。山下隆選手の試合がすごい。ただこれね、ずっと今試合2試合目から KO が続いてるんで、はい、いい大会ですよ。そうですね、やはり序盤の2試合が盛り上がると大会盛り上がっていきますから、うん、また選手まだもう嫌がれないというか、ね、そうです、立てないですね、まだ俺はタンカで病院送りになりますかね。タババタカヒロ選手、タババタカヒロ選手、ちょっと立てないという名前言いたいだけでしょ、ね、タカヒロ選手、タババタカヒロ選手、タババタカヒロ選手、下手したら病院送りですね。病院送り、そうです、まだ立ててないですね、ちょっと試合中もあの聞いてましたもんね。そうですね、山下清じゃないです。それはあのおにぎり好きな人ですね。中西さんちょっと山下清に似てますけど、ね、僕は おにぎりとおむすびが好きなんだな。中西もあだ打ちに行こう。あだ打ちに行かない絶対に負けるいや、これリング上がるわけないだろ。これで中